58番でお待ちの方、58番の整理券のお待ちの方、こちらどうぞ。こんにちは。本日はどのようなお悩みでしょうか。お引っ越しされたんですね。それはおめでとうございます。どこから来らっしゃったんですか。そうなんですね、東京都から。あー、そうなんですね。それはそれは、大都会からいらっしゃったんですね。ありがとうございます。こんな辺鄙なところに。ですね、させていただきます。それではですね、こちらの用紙に、ここの部分お書きいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。ということですね。はい、かしこまりました。それではですね、いくつか質問をさせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、こちらの市ではそれが普通ですので、はい、東京都はですね、こういったことはないかと思うんですけれども、この市では普通のことですので、はい、こちらにさせていただきます。あ、私ですか。そうですね、何かおかしいところありますでしょうか。市役所にはいないような服装、市役所にいそうな服装って逆に教えてもらってもいいでしょうか。なるほどなるほど。私もこんな感じなんですけど、あちら部長なんですけれども、部長もですね、一応アフロにタンクトップという制服ですので、こちらの市ではそれが普通みたいなところがありますので、お客様のそういった常識や普通を押し付けられても、少々私たちも困るみたいなところもございまして、一応私も公務員として、これで一応やらせていただいておりますので、お給料いただいてる分しっかり働いているので、そちらは何も問題ないかと、はい、思います。見た目に関しては、はい、大丈夫ですかね。何も他に文句はないでしょうか。はい、ありがとうございます。ですね、ではご転居していただきました港区三重張太郎でよろしいでしょうか。あ、違う、すいません、申し訳ないです。お名前いただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、田中浩二様ですね。失礼いたしました。田中浩二様は以前もお一人暮らしをされていたんでしょうか。なるほどなるほど、かしこまりました。以前も一人暮らし、ですね、お仕事がこの自営業と書いてありますが、具体的にどういったお仕事なんでしょうか。なるほどなるほど、プログラミング系のお仕事なんですね。なるほど。では、
結構年収も安定されてる感じでしょうか。なるほどなるほど。好物件だな。あれですよ、あの住まれるところがいい物件に住まれてるなって思っただけです。はい、はい、ではあとそうですね、家族構成もお聞きしたいんですけれども、あの教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、家族だと思っておりますが人間ではないので、はい、あの4人家族でさせていただきますね。母親、お父さん、ご自身と弟様でよろしかったでしょうか。はい、そうなんですね。結構あれですね、港区の方とかってあの犬のこと家族って言っていらっしゃるんですけれども、人間ではないのでこういうところで公の場ではそういったことはあのご遠慮していただいてもよろしいでしょうか。はい、すいません、失礼いたします。で転入届の、 あの書類確認できましたので転入届させていただくんですけれども、ちょっと港区三重晴代さんのプロフィール欄あの調べさせていただいた、あ、田中浩二、あ、すいません失礼いたしました、田中浩二さんのプロフィール調べさせていただいたんですけれども、長年彼女がいない、ちょっと調べたら出てきましたので、ですね、こちらの市ではですね、この市民の皆様とつなぐサービスっていうのをやっております。ですので一度こちらのアプリちょっと入れていただいてもいいでしょうか。あ、義務です、お願いします。はい、ありがとうございます。そちらにもあのアプリ入れていただいたらすぐに私が入力したプロフィールっていうのが反映されますので、はい、少々お待ちください。反映されました。はい、そちらでですね、つなぐサービス、ネットワーキング、コミュニティサービスっていうのをこちらの市では行っておりまして、それでですね、この市内でなんですけれども、フリーの女性と三井晴代さんをつなぐサービス、あ、田中浩二さん、結構あのあれですね、しつこいところがあるんですね。そういったところって結構女性とかはシビアになってきますので、そういった面はあまり初対面の女性とはあの出さないようにしていただけると、つなぐサービスっていうのも有効的に活用できるかなと思いますので、ぜひあのご参考にお願いします。ですね、しつこくあの同じことを追求してくるっていうところ、あのプロフィール欄に短所で入れさせていただきましたので、ちょっと一応そちらの方も反映させていただいてます。はい、それでですね、こちらのアプリを入れていただいた市民の皆様には月に10回飲み会があります。そちらの飲み会ではですね、クーポンの欄があるんですけれども、そちらのクーポンの欄見ていただいたら、テキーラ10杯無料、ビール50杯無料、そちらのクーポン券が年に2回発行されますので、よければお使いください。ではそちらの市のドリンキングサービス、ま、いわゆる飲み会入りでは、市民の皆様同士がコミュニケーションを取っていただく場を提供させていただいておりますので、ぜひこちらの市民のフリーの女性と出会っていただいて、より良い市民活動を行っていただけたらと思います。こちらのサービスはですね、まあ、今のと
ところこの市だけでの行っているサービスなんですけれども、ゆくゆくはこの県を通してですね、より幅広くいろんな女性と出会っていただくサービス、こちらを目指しておりますので、ぜひこちらのボランティア活動ですねしていただければと思うんですけれども、そうですね、せっかくそちらの質問いただいたので、よければなんですけれども、田中浩二様にボランティア活動っていうのを行っていただいてもよろしいでしょうか。どういったものか聞きたいですよね。そうですよね、そうですね。こちらのボランティア活動っていうのは、そうです、あのフリーの女性と月に50人会っていただくだけで、なんと光熱費が無料になります。どうでしょうか。とっても素晴らしいオプションだと思うんですけれども、よろしいでしょうか。そうですね、自営業で在宅ワークをされている田中浩二様でしたら、きっと光熱費っていうのが毎月バカにならないと思うんです。そちらをこちらの市が負担させていただくということで、ボランティア活動プッションの方をつけさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではオプションの手続きが完了いたしましたので、こちらのオプションも付けさせていただきます。あ、はい、ボランティア活動ですね。光熱費は無料でこちらの市が負担させていただくというオプションを付けさせていただきました。あ、ご飯屋さんのお会計でしょうか。そちらは市民の皆様に負担をお願いしております。こちらの女性と会っていただく場所の飲み会の場は、こちらの市での限定された場所のみとなっておりますので、ご了承ください。そちらのお店はアプリから確認できますので、よかったらチェックしてみてください。あ、一つしか出てこないですか。どこでしょうか。あ、はい、そこのみになっております。リッツカールトンのみでございます。では月に50人の女性とリッツカールトンでのご生活をお楽しみください。